おばあちゃんが死んだ、おばあちゃんが死んだ、おばあちゃんが死んで学校行けないね。他人に言えない秘密を教えてください。他人に言えない秘密、俺は極右で俺は日本しか勝たんと思ってる。だからみんな選挙で行ってほしい。やっぱり秩序があるから俺は言えない。でも俺は若者だけで新しい日本を作ろうと思ってる。いや、あのジジイなんかよくわかんない。ジジイのそれな。いや最高。まあなんかよくわかんない。それな、わけのわからんジジイがこの国の国会で100兆円の使い道とこの国のルールを決めてるんだ。阿部、俺ら若者で新しい秩序を作るべきなんだ。お前しか勝たん。俺しか勝たん。お前しか勝たん。俺しか勝たん。お前しか勝たん。愛してる。